はい、こちらはね、愛宕山のふるさと公園ですよ。こういった場所ね。あ、ステージもありますね。ここは噴水があるのかもしれませんね。まあ今はね、まあ節水ですか。こんな、すごっ。あ、ロング滑り台もありますね。まあ久々に滑ってみますかね。その前に水車小屋がありますね。ちょっと行ってみましょうね。こちらにはね、水車小屋についてのね、説明がございました。はい、水車小屋は江戸時代中頃より昭和40年代まで村内各地約40カ所にありました。その役割は精米および麦やそばの製粉などでした。今では精米機などで短時間で行っている作業も、昔は水車を利用し30キログラムを精米するのに12時間以上かかりました。なお、この水車の用途は精米機用です。お米が食べられるまでの作業です。稲刈り、脱穀、もみすり、精米、稲穂から米の粒、もみを取り離すこと、脱穀ですね。もみを取らなくちゃ始まりませんね。もみすり、もみからもみ殻を取り除き玄米にすること。ああ、なるほどね。もみ殻を取り除きね。そして、精米、玄米をついてぬかを取り去り白米にすることです。この部分ですね、精米。昔はね、水車を利用していました。 30kg を精米するのに12時間っていうのはすごいことですよね。今ではね、ちょっとしたコインの、精米機もあって、本当に 1、2分で10kg、そんな感じになってますからね。これですね。これね、水輪って読みますよ、水輪。私たちは水車、水車って呼んじゃいますからね。これからはね、水輪って言った方がですね、ちょっとわかるかなという、そのような人になれるんじゃないでしょうか。これ、しんぼう、なでぼう。なるほど、なるほど。これに出てるんですね。そしてここに引っ掛ける方の棒のことをなで棒ですね。で、4番、胴付き棒。5番、天狗鼻。6番、月臼。7番、金靴。そして向こう側ですね、大万力、8番。この歯車みたいなことを大万力なんですね。9番、薄万力。これね、薄万力。10番、競り上げ。11番、ふるい。12番、大どよですね。水車っていうのは本当にすごいですね。いろんなことに杵付きと精米とね、製粉、2つにね、
なんていうかな、まあ、用途があって、まあ、主にですね、こちらにあるですね、まあ、水車小屋はですね、精米の方ですね。なかなか昔の人はお米をね、まあ、食べられる状態にするまでに、まあ、かなりの労力というか工夫がね、まあ、必要だったっていうことが分かりますよね。これがね、まあ、水車小屋の内部です。まあ、向こうの壁のね、まあ、水車があるんですけど、まあ、それの心棒って言ったかな。そして、まあ、これ、なでつき棒がですね、心棒に直接ついてないでですね、まあ、一本ね、まあ、それを、まあ、回転させて、その横の棒に、まあ、なで棒がついています。で、なで棒が、まあ、胴つき棒についているね、まあ、突起っていうかな。それを引っ掛けて、そのなでつき棒をね、まあ、上下させて、で、その下にあるね、うん、部分にね、お米。まあ、まだね、まあ、精米される前の玄米なんですけど、それを置いてね、まあ、精米していくという。まあ、そのような仕組みになってますね。ああ、でもすごいですね。こういった、まあ、ことをね、水力を利用して、12時間かけて精米していましたよ。今の映像は望遠鏡の映像です。こんな感じですね。すごいすごい。こちらはね、調整池っていう、まあ、池なんですけどね、まあ、バードウェッジにね、参考になれば、マガモ、群れて浮かび、朝日に緑色の頭を光らせているカモ類。本州以北の産地では繁殖するが、多くは冬鳥として渡来し、全国で越冬する。カルガモ、梅雨の雨の中、ヒナの群れを引き連れて水面を泳いでいる褐色のカモ類。全国的に繁殖し、北方のものは冬に団地に移動する。コガモ、ピリピリと鳴きながら池から群れで飛び立つ小型のカモ類。本州以北の産地で、まあ、少数が繁殖するが、多くは冬鳥として渡来する。オナガカモ、長い首を使い逆立ちをして水中の餌を取る大型のカモ類。冬鳥として渡来し、氷の張らない湖、池、川などで越冬する。ホシハジロ、池に浮かび思い出したように潜水して餌を取る中型のウミガモ類。北海道で少数が繁殖するが、多くは冬鳥として渡来する。キンクロハジロ、水面に並んで浮かぶ白と黒のすっきりとした色合いの小型のウミガモ類。北海道で少数が繁殖するが、多くは冬鳥として渡来する。コブハクチョウ、翼を上げて湾曲させた独特のポーズを泳ぐことがある大型のハクチョウ類。くちばしが、まあ、大褐色で、赤色で、まあ、基部に黒いコブがある。その他見られる鳥たち。巧みに潜水をするカイツブリ。シロサギ中最も大きいダイサギ。日本のサギ中最大の灰色をしたアオサギ。カモの仲間ではヨシガモ、ヒドリガモ。水鳥以外ではタカ類のトビ、ノスリ。ハヤブサ類のチョウゲンボウなどが見られます。まあ、そのようなね、まあ、とても参考になる、まあ、こういったものもございました。バードウォッチングの展望台はそこです。皆さん、この滑り台まあ、ロングというにはショートなんですけど、乗りたいですか？私はあまり新しいジーパンなんで乗りたくないんですけどね。行きますかね。参ったなぁ。新しいジーパンなんだけどなぁ。落ち葉落ちてるし。じゃあ行きますよ。
あー、すーご。まあきっとね、ファスベイダー綺麗になったことでしょうね。はい、どうでしょうか。うまく映ってますかね。ずいぶんたくさんいますね。にはね、全国県の木案内板ですね。まず群馬県です。黒松、北海道を除く日本各地に分布していますが、一般的には海岸近くに多く防風林として植えられています。本県では江戸時代に人工造林として赤城山南面の水不足の対策や大雨による土砂の流出防止のために植林されてから、県内各地で見られるようになりました。内陸山間部では珍しいとされ、昭和41年、県木に指定されました。花は、蓮月筋、鳥、山鳥、魚、鮎、北立花村の、まあ、北吉村の木、日本立花、日本、大和たけるの御事が、引き裂き、音立花姫を忍ばれたという伝説の山、立花山の北に位置することに村名の由来する北吉村では、まあ、昭和54年に村の木を日本立花と決めました。日本立花は静岡県以南の団地に自生するみかん科の常緑樹で、主に観賞用に植栽されています。村名に由来する文化の香り高い木であり、村の紋章はこの木の実の中に北の字をデザインしたものです。まあ、北吉村のね、花、ひまわり。そして、まあ、47都道府県全部行きますよ。北海道エゾマツ、青森ヒバ、岩手南部赤松、宮城ケヤキ、秋田杉、山形さくらんぼ、福島ケヤキ、茨城梅、栃木とちのき、埼玉ケヤキ、千葉まき、東京イチョウ、神奈川イチョウ、新潟雪椿、富山立山杉、石川、あて、福井、松、山梨、楓、長野、白樺、岐阜、一位、静岡、木星、愛知、花の木、三重、神宮杉、滋賀、もみじ、京都、北山杉、大阪、イチョウ、兵庫、クスノキ、奈良、杉、和歌山、ウバメガシ、鳥取、大山、キャラボク、島根、黒松、岡山、赤松、広島、もみじ、山口、赤松、徳島、山桃、香川、オリーブ、愛媛、松、高知、柳瀬杉、福岡、ツツジ、佐賀、クスノキ、長崎、椿、ヒノキ、熊本、クスノキ、大分、豊後梅、宮崎、ケヤキ、鹿児島、クスノキ、沖縄、琉球松。皆様のお住まいの県は何の木ですか？